お元気ですか、ボクシミでございます。今日の夕飯はね、またちゃんこでございます。今度はね、キムチちゃんこでございます。前はね、ケチャップちゃんこをやったんですけど、今度はね、辛いちゃんこ、キムチちゃんこでございます。はい、ね、こちらね、あの海産の方をね、主に使いました。白身魚やね、団子ね、魚を使った団子、本当は自分でも作れるんですけどね、まあ今日は忙しかったんでね、出来合いのものもね使ったんですけどね。でね、ちょっと物足りないのでね、まあ鶏のね、あの腕肉っていうかね、ね、あのちょっと思い出せないんですけどね、こちらですね、あのね、これこのね、お肉でございます。はい、で最後にね、桃屋のキムチの素を入れてね、キムチタンコにしてみました。まあキムチ鍋でもいいですけどね、味はね、とてもね、とても塩味なんでね、キムチともね、とても合うと思います。でお酒は梅酒にしてみました。皆様もね、最近寒くなってきましたのでね、風邪にひかないようご注意ください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。